きます。何分で切れるかやります、やりますね、はい、もうゼロスタートですよ、はい、カウントアップ用意スタートでちょっと見せていただいて、はい、用意スタートですね、用意スタート、何分で切れるかやります、はい、長さは肩口なので、まず後ろでラインを決めるんではなくて、ここの肩口の位置に持ってきて、まずサイドのラインを切っちゃいます。で、分かると思うんですけど、めちゃめちゃ毛多いです。で、特にこういう骨格の、この純日本的な骨格の人は自分でも髪の毛多いと思ってるんですよね。ここが張って前に組んで、両サイドで合わせて一番短いところが肩が出た位置なので、一番短い位置に合わせてカットします。で、あえてブロッキングは取ってないです。で、最近ボブはこの切り方で切ってます。今日のさっきの、大野さんもこの切り方で切りました。大野さんはちょっとごめん、カット的には多分10分ぐらいだと思います。ただ、あ、その後にあの松内さんでちっちゃい戻りました。大体終わりですけど、で、最後一発目はフォーミングがすごく大事で、フォーミングがすごく大事で、晩年でまあやってるように、こういう骨格の人はこういう風に落としちゃうとなかなか難しいので、フェイスラインに沿わせてこの状態で一発切りします。ハサミが切れないと多分話にならないというか、ウェットがしっかりされてなかったりとかすると、もうこのカットの仕方は多分お話にならないので、あの木俣さんが流しましょうかって言ってくれたんでよかったんですけど、流さなくてしっかり濡らしてっていうと結構時間かかっちゃうんで、流した方が早いかなと思いますね。内側も自然にフェースラインを沿わせて落とした状態で、このまま、こっちからつなげていって、前ね、あの小路さんが来てくれた時は一緒にライブ配信してました。ああ、やってますね。本当に。一緒に大会してみましょう。一緒の女の子可愛いとかっていうコメントばかり。私じゃないんかい。それでまあ、インナーチェックもしちゃってる状態ですね。ここ一気に回ってきて、ここずっとこうインナーチェックをしちゃう感じ。インスタですか？インスタもやってます。インスタもやってます。ありがとうございます。一周回っちゃいますね。そしたら、こう左右の長さを確認して、問題なければ、オールバックに失礼します。走っていって、出てきたところをチェック。ベースカットは早くても最近これやった方がいいなと思うのは、イヤツイヤからこっちへシェイクして、ここもチェックした方がいいですよね。これは吉藤さんがこのカットをしていて、この前なんか何かのヘアショーで、15分で3人来たっけ、なんかそんなあれの時のライブ映像で、ここはチェックした方がいいみたいな感じにして、
やつのレベルだなって思いながら、確かにそこチェックすると締まるんだよね、スタイルが。でね、こうその違いに気づくかどうかっていうのがすごく大事で、気づかないとね、気づかないっていうことは別にそこも気になってないので、気になっていただけるとそこチェックし始めると思うんですね。多分中村みたいな細かい専門とかでいろんなところ気になってくると思うんですよ、マニアな部屋でやってると。そのとこあっちこっちこうやって揺らしてきた方がいいかなとか、いろいろなところが、前髪が少しできてるんですけど、そこは無視して、わかる？無視前髪の今できてるところを無視して、無視して全体前に持ってきて、頂点でカットすると毛が落ちますよ。カットすると、なぜ前髪を無視したかは考えてくださいませ。ですね。で、モーグに行きますが、8ライン8ラインでつなげて、ブロッキングを取って、8ライン8ラインで取る理由は、まず、一番重たい部分なんですけど、のみさんの場合、ここをですね、こう軽くしすぎちゃうと、どうなるか分かんない。下って軽くしたいんだけど、こう軽くしすぎちゃうと上が鉢が張ってるから下のボリュームがなくなっちゃう。そうすると逆に今ぐらい重たい方がバランス取れててこうなっちゃう、こういう風に下が組み出てきちゃうんですよ。だからどっちかっていうと重みを、毛先の重みを残して、鉢上の軽さを出すっていう方がバランスが良くなる。で、前言ったこう、こっちとこっちのバランスもいたじゃないですか。前をこっちばっか軽くなってこっちが重くなっちゃう。だからこっちの重さを残してこっちが軽い方がバランスがいいよっていうのと同じで、ここ軽くしすぎちゃうとここがすごく重くなっちゃう。分かったかな。相対バランスで、ただ毛先の位置だけは結構残したいんですけど、量は多いのでこれある程度間引いて取っていった方がいいです。つけなくなった 50%多分今まで使ってた 35% のつける気がするなんか最近すげえこれつけねえなって思いました。全然つけない。ただ引っかからない。全然これをズタズタ入れられるっていうのがいいのかな。このどうなっちゃう、全く引っかかんないです。厚みをちょっと残したい。毛先は軽く動かします。で、厚みは取るけど厚みは取らないっていう感じ。まあ難しいな。厚みは取りたいんだけど毛先の厚みは取りたくないみたいで、下ろして、あー下ろして、1ラインで止めて、8ラインで止めて、まあ、なぜそういう風にしなきゃいけないかっていうので気づいてほしいですね。この上の毛っていうのはこう頭皮に沿っていくっていうので、感性が丸くなって感性が丸くなっていくけど、ここの毛は感性がね、ただぶら下がってるだけの毛なので、ここまとまらないんですよね。で、まとまらない毛が薄くなれば薄くなるほど、上から感性が落ちた毛がこうしてきて、ここがこう潰れるんですよね。そうすると、より下が潰れるから、ここがふんわり見えるし、っていう状況が生まれる。だからこう、日頃、まあ俺が思うふうに、軽くできないやつは絶対軽くできないし、ただ軽く、すげえ軽したりもできるからこそ、ある程度こう重たいスタイルも我慢して作れるっていう感じなんですね。まあ、いろんなことができないと結果的には。最近全然こう指使ってこうやってないんですけれど、もしかしたら
コンセリングだからそういうやり方ができるのかもしれない。よくわかんない。で、下ろしたら、今度これ鉢植えですね。鉢植えは、ここすごく大事なんで、ここちょっと取っといて、はい、ここが頂点なんで、わかる？頂点ここじゃないですよね。アルミの頂点ってここなんで、この部分を中心に入れてますね。いろいろね意見はあると思うんですけど、取れる分は取った方がお客さんに受けはいいと思いますよ。つけないでしょ、マジで。見てる感じつけないでしょ。50って感じだよ。じゃないよね。ただね、引っかからないです、全く。引っかけられるなら引っかけてみようみたいな感じ。そうすると、ここの厚みが、わかる？ごめんなさい。自分でやってもらっていいですか？すいません。ここの厚み残ってる。わかる？ここの厚み残ってるんですよ。で、ただ単純に毛先にグザグザグザすいちゃうと、ここなくなっちゃう、はい、で、こうなったと、ここなくなった時にどうなるかっていうと、こういう髪型になる。こういう。ちょっと正面から見てもらったことある。こういう部分になるんですよ。で、こういう部分になると、ここがふん、なんか、でかくなっちゃうから、で、ああ、押さえなきゃって、押さえなきゃってなる。で分け目つけてどうしてもこう抑える髪型になるんですよね。するとどうしても動きが出なくなっちゃうっていう難しい状況なので、空いてるのも全部今ドライでやってるみたいなので、70% で空いてます。厚みが取れることはないです。ちょっと分かった。毛先は毛先だけだったら厚みは取れないけど、真ん中からいくと厚み取れちゃいます。毛先は毛先を必ず確認してライン感をこう消していく。この時にもこっからいっちゃったりとかすると、やっぱ厚みはなくなっちゃう。ここをやってる分には、下に落ちていく厚みは取れないです。厚みは残したいので。で、何分ですか？13、4。14分です。14分です。実はこのくらいの方が結構バランスが大事なんだよね。このくらいの方がバランスいい感じもするんだけれども、でもこれだと勉強会にならないのでちょっと撮ります。なんか
村さんの有効ビビッと取れなかった状態です。篠崎が取れなかった状態です。ここも行くまで行くけど、このぐらいの方が多分一番難しい紙質かもしれない。意外と僕って決まりづらいんだよな、この紙の髪の毛、骨格髪の毛の人が僕って結構本当決まりづらいです。多分他の人、他の美容師がどう思うかわからないけど、俺はパーマが欲しい、ボブにするなら。それか外羽とかにスタイリングしてほしい、内巻きよりも。その方が腕とのバランスが取りやすいっていうのはなんとなくわかる。下がこうボリュームがなくなればなくなるほど上がどうしてもでかく見えちゃうから、下が跳ねたりとか流れたりとか、そのフラップしたりとかするように、下にボリュームがあるとトップの何ていうの、こう鉢のところのバランスと下のバランスが取りやすいって感じ。うん、だけど一般の方の場合には結構そういう感じにならなくて、どうしてもこう抑えなきゃっていう感じのイメージにどうしてもなるから、抑えなきゃっていう感覚多分結構ありますよね。クランチョーなーみたいな、抑えなきゃとはなります。こうして抑えなきゃっていう感じがありますよね、はい、ここも、こういうふうに、グラデーションにこういうふうに、なんていうの、中村さん説明して。こういうふうに、セミもそうなんですけど、こう内側から外側に向けてこう離しているっていうか、こっち根元入れてもこっちはこう離している。こういうふうに入れていくことによって、まあ、収まりを良くする。なんとなくこう口で説明できなくて、ちょっとこう感覚的なものでやっちゃってるんで、その前、この前中村がちゃんと言葉にしてくれたんだけど、セリングとかを入れるこう角度が、セリングとかを入れる角度がこういう風になればなるほどこう内巻きに入ってきて、こうなればなるほどこう跳ねていくので、ドライで全然こう厚みだけ削りゃいいやみたいな感じ、でずっと俺もやってたんだけど、少しこう根元からこっちに向くにしたかって毛先にこうちょっとこういう感じで入れるようにすると、割とこう収まってくれるのかなっていう感じがしてます。だからもうなんか中学的にはもっと取りたいんだけど取れないっていう感じかな、なんかもう取りたい感じがするんだけどね、取ってしまうと多分バランス悪くなっちゃう。ここもそう、ここも、こっちから入れたら徐々にこう毛先に抜いていく感じにして、収まりをこう良くしてやる感じ。一個一個のものにやっぱりスタイリストである以上はこう意味を持たせていかないといけないので、それはなぜ今のパーマかかんなかったんだろうとかいうのも、パーマのせいだけにしないで、まあ、カットを見直してみたりとか、まあ、基本的にもうパーマってほとんどカットなんで、なんで今のパーマかかんなかった、まあ、カットここだったかなというところの考えもなってもらったりとかすると、いろんなアプローチが出てくる。ベクトルがこう他のところに向いちゃうとカットへのベクトルが向かなくなっちゃうので、
ここ分け目違うんでこれ分かると思うんですけど、こっちの分け目これです、これは俺はもう絶対ダメなんで、これ絶対ダメなんで、絶対ダメなんで、左右の落ちてくるポイントを合わせるっていうのが大事で、ヨナミさんの場合こっちにこういってるけど、こっちにいってるけど、こう場所がもう完全にこう下がっちゃってるから、まずこっちから一瞬もらってコースでこの位置に合わせてカットして、で持っていった時に左右が問題なければが短い方がバランスがいいです。だちょっとこうなってるんですよ、こっちも。ちょっとこうなってるんですよ。で、耳かけたときに、まあ、こっち耳かけるのはバランスがいいんですけど、反対側も良くなってるんですよ。そうするとこれが同じ位置にこう来ると。こう重たい、さすがに。取れねえんだよな、本当に最近。どうしちゃったんだろう。70です。これ 70% です。ちなみに吉見さんはこんな感じで来てますね。最近のストーリーズとか見てる。早いね。こっちの方がよっぽどいい。相当軽いんですけど、下は厚みが残ってるんで、なんかせっかく漁師なんでね、こう一個一個のものにこういうのを持たせてあげる。結構見てるんですか？いいですか？今、千田さんと、あと、美容室さん。美容室さん？サロンで言うと、あの、さっき言うと、来たんだけど。本当ですか？すぐだったら、このくらいの気にして。
けたらいかがでしょうか。あ、ポーズだったらこのくらいの感じでいけたらいかがでしょうか。ファッションの感じですね。で、ちょっとまあ触ってもらうとこの辺は多分結構すこぶる軽いんですね。軽いんですけど、はい、こっちはまあある程度こう残しておかないと、さっき言ったように、まあ、分かるんですね。こうなっちゃってすごい、まあ、それはそれでいいんですけど、ちょっとこう羽とかにスタイリングしてもらうと多分この感じはうまくいくと。はい、はい、すいません、一作品目でございました。はい、2回目いきます。大丈夫ですか、行っちゃって。あ、大丈夫です、行っちゃいますはい、すいません、上としてください3、2、1、9。最後までご視聴ありがとうございました。動画良いと思ったら高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。